はい、どうもカパン長です。じゃあ今度はクルド人ですかね、もうあなたは大丈夫だと思いますけど、こいつら難民じゃないのはもう大丈夫ですよね。理解されてますよね。自称難民ね、だからあれですよ、自称ね、政治人自称ですよ、あくまでもあれと一緒ですよね。自称難民の偽装ね、なんかもう嘘こいてる偽物ですからね、こいつらは。普通にだって高級会社乗り回して、ね、この暴走行為、暴動まで繰り返してやがるんで、もうこいつはもう本当物理的に排除しろよ、一人残らず。ふざけすぎだろ。どこまで放っとくんだよ。おかしいよな、本当な。たくよ、本当反日壺移民とはろくなことしねえよな。で、しかもね、これね、もう本当こういうなんか、ね、LGBT 法案もそうだし、ね、この反日売国税の、ね、この日本を食い物にするスキームがもうやばいよ、本当。この赤い羽共同募金の話をね、このコラボの、ね、ひまそらさんたちのこの話のところでも、ちょっとなんかこう、まだ存在してんだよね。しつけえよな。だからもう赤い羽共同募金なんて、こんなやつらもさ、ね、日本に存在させちゃいけないの、もうあの時点で少なくとも分かってたはずなのに、ね、未だ存在し続けてるじゃん。で、今度こいつらがね、このクルド人支援に立ち上がるんだって。ふざけんな、お前ら。この国民、何にもよく知らない国民からね、このガキ使って、ね、金巻き上げさせてさ、で、それでクルド人支援始めんだってよ。いや、もう潰せよ、こんなところ。好き勝手反日売国しすぎだろ、こいつら。何やってんだよ。てか、こんなもん許可すんなよ。いや、話になんないね。いや、もうそもそもさ、ね、こんな赤い羽共同募金なんて、ね、何にどんだけどう使われてるかっていうのも明らかにもされない詐欺同様の、ね、この詐欺組織、ね、組織ぐるみの、だからもうだから自治体とか町内会とかさ、ね、でもう広範囲にわたって、しかもかなりこの、ね、浸透させて社会に、でこのなんかもう集団で詐欺ってたとんでもない集団なんだからさ、しかもなんか厚労省とも、ね、なんかタッグ組んでさ、官民一体となって国民騙して食い物にしてやがったんだから、こいつらは。で、それが、ね、クルド人支援、もうなんかもう分かりやすいっていうか、もう答え合わせにもなってないよね。だからもう手引きしてるやつらもそうだし、ね、こうやってこのやって、ね、乗り込んできたこの反日売国税の道具にしてるわけですよ。使うんですよ、こういうやつらを。ね、不法滞在者の犯罪者ども。もうドイツもこいつも片付けろ、いい加減。何好き勝手やられてんだよな。もう誰も止めやしねえよ、ほんと。何やってんだろうね。はぁ。もうひどすぎて。もう日本社会もいよいよここまで壊されたか。これどうやって取り返して元に戻していくつもりなんだろう。でまあ、なんか直接は関係ないですけど、このね、聖ヨハネ・パウロ2世っていうね、このほら、あれ、どう忘れちゃった。なんだっけ。まあいいや、なんかもう移民と難民のために平和的状況を築くには、まず移民しない権利、すなわち母国に平和と威厳を持って住む権利の保護をって、そう、だからあれですよ。勝手にさ、ねえ、てめえの祖国母国を捨てて、ね、よその国へっていう、これ2003年の時点でそういうふうに発言されたらしいんですけど、だ要はなんかもう勝手に国、生まれたこの国、だからこれローマ教皇ですよね、法王様ですよね、もう勝手になんかこのよその国にさ、ね、っていうこの発想がそもそもおかしいと。簡単にこの国を捨てるなと。だからまあ国籍云々とかその辺の話をした時に僕もね、お伝えしたことあったと思いますけども、本当その通りですよね。本当になんかこのどうにかしたいって思うんだったら、そもそもこの自分たちでね、どうにかして、自分たちのこの祖国母国国を良くする、そっちがまず先じゃねえのかよと。とっとと磨ぎってもうよその国にしかもなんか居座り続けてよ、迷惑しかかけねえ。ねえ、日本のこの制度とかなんかにおんぶに抱っこでぶら下がったまんまで、ね、権利ばっか主張しやがって、何考えてんだよって普通に思うじゃないですか。ね、
ところが例えばね、まあ、これもある意味炎上するの分かってて仕掛けてきてると思いますけど、この芸人のね、この小島よしおさん小島よしおさんがね、このクルド人難民もだから難民じゃねえんだよな、だからもうこれも分かって多分ね、炎上ありきの、だからもう小島よしおさんももう炎上芸人になり下がったってことだよな、これな。そんなの関係ねえとは言えないな、みたいなことにほざいてんですよ。何言ってんだよな。関係ねえよ。てか、関わったらダメなんだよ。関わらせたらダメなんだよ。分かってねえな、と思ってか、分かってやってるんだろうけど。で、その証拠にもう一個なんかね、だいたい同じようなタイミングで、今度 LGBTQ、ね、なぜか LGBTQ のなんか変なイラスト持ってきて、ね、同性婚がなんでダメなんだろう。あった方がみんなハッピーになる気がするんだけどな、みたいなことも投下するんですよ。あ、小島よしおさんがね。うん。いや、もうなんか、うるさいんで、ね、もう炎上芸人も、ね、排除させた方がいいよね。退場させよう。うん。邪魔というか、なんかもう、ほんと、不愉快だよな。なんで堂々と、ね、こう目立ってこの金のために、ね、この世間騒がせてんだよって。こういうのはもう表現の自由とは言えないと思うけど。うん。で、まあなんかこのタンバリン芸人のゴンゾーさんってご存知ですかね。うん。で、まあ個人的にちょっと面白いなこの人って昔思ってたんですけど。で、このタンバリン芸人のこのゴンゾーさんがね、なんでこの芸能人、芸人がね、この、いわゆるこの右か左か、左派的な発言をすると、落ち目の左流れ、サー流れ、勘流れじゃねえのと言われたりする。左派に気に入られて一番のメリットは舞台などの動員が楽になること。平日の昼間も来てくれるそうです、ね、完全にあれじゃんねそうか公明とかさ、ね、あの辺会話の話をしてるんだろうね、うん、あと他にもこの逆、ね、右寄りの人は、ね、平日の昼に来てくれることは少ないですが、夜の会に来てくれたり自身の会社のイベントに呼んでくれたりします。芸人と見たらお酒を飲ませたがる人が多い気がします。最近は少し緩和、舞台やライブがメインの方は、ね、左派的なイメージを持たれると、ね、動員が楽になるとお伝えしましたが、他にも新興宗教やマルチも有効です若手の芸人や役者がよく勧誘されて、会員や信者の方が舞台などに来てくれるので深くハマってしまうのをたまに見ます。ほどほどの付き合いにしましょうほどほどの付き合いにしましょうだってまあだからあれでしょ、ね、炎上狙いっていうのもあるし、ね、まあ、こういう事情も特殊なね、うん、まあ僕とかご覧ってあなたはまあなんとなくほら、ね、そうか公明なんかほら、ね、そういう芸能人、ね、芸人さん山ほどいるじゃん今更ですけど、うんね、でそこからなんか目覚めて、ね、このなんかこの暴露ネタで、ね、間違いないみたいな感じの人もいたりしてね、うん、結構この辺はもう多分有名だと思いますけど、まあ、そういうやつらなんですよね所詮はね。そういう界隈ですよね、うん、ゴンゾーさん大丈夫かなこんなのカミングアウトしちゃって、ね、でこうなんかこう物理的に嫌がらせとか受けちゃったり大丈夫ですかねまあでもほどほどの付き合いにしましょうでやめてるからあれか、まるっと全否定とは受け取られないから、ギリセーフみたいなラインなのかな、ちょっとわかんないですけど。まあ、そもそもテレビ、芸能界、ね、まあ、なんか、違う意味でね、この反日売国側っていう意味で、ね、我々とは、の向こう側、こっち側じゃないけどさ、ね、うん。まあ、しょうがないね。牛耳られちゃってるし、もともとそういう界隈だからさ。うん。だからそこで仕事してるって言うとなると、もう関わらずにはおれないんだろうけれどもさ。うん。なんだろうな。なんかこういうのも含めて、まるっとね、この日本社会、ね、言うのは簡単だけど、なかなかできないんだろうけどな。なんとかならんもんかね。うん。ねえ。小島よしおくん、何を言ってるんだね、チミは。ね、もうだから、偽物、ね、うん、まあ、とりあえず、まあ、しょうがない、その芸能界隈云々は、まあ、ね、もう今更もう、そういう会話なんで言ってもしょうがないんでね。せめてなんかこういうね、わけのわからんさ、ね、不法滞在者とか、犯罪者は、きっちり始末つけていけるような、そういうなんかもう、普通の、ね、当たり前のこの世の中にしてもらいたいですよね。
日に日におかしくなる話ばっかりで、ね、うんざりだよな、ほんとな。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。